震災遺鳥色づいた。震災遺鳥震災遺鳥とは、東京都千代田区大手町一丁目の大手合力地にある遺鳥の木。関東大震災による火災から消失を免れたことから、この名称が付けられている。もともとこの木は、旧、文部省庁舎のあった東京市麹町区一橋一丁目一番地に植えられていた。植樹は1860年頃で、現在の樹齢は、 約150年とされている。1923年9月1日、関東大震災が発生。東京市中は猛火に飲まれ、この木も表面の一部が炎と高温で変質するも消失は免れた。しかし、周囲の樹木はこの木を除いて、ほぼ全部消失し、以降、帝都復興のシンボルとして注目を集めた。その後、帝都復興事業による、 区画整理が行われることとなり、震災以上も伐採の対象となった。しかし当時の中央気象台長、岡田竹松が、この木を何とかして後世に残しておきたいと、復興局長官、清野長太郎に、木の保存を申し入れ、清野も意義を感じて、これを了承した。そして木は、一橋から、中央気象台のすぐ近くの現在地に移植された。気象庁は現在、 この震災以上を東京における遺症の標本機として観測の対象としている。紅葉、市長に遺体の遅さ東京、震災以上ありがとうございます。